はい、こんにちは。そっかちくのコブです。ご覧になってわかるように、菅総理なんですよね。新型コロナウイルス対応に関して本当に国民には大変不自由な思いをさしているというふうに、まあ、陳謝したという記事が共同通信から出ています。まあ、菅総理がね、こうやって素直な気持ちを伝えてくださるのは、私はすごくいいことだと思うんですけども、気になる点としてはですね、毎日テレビに出てる割には、ラジオ番組でコロナ対応陳謝って書いてるじゃないですか。 なんでそんなラジオみたいな目立たないところでひっそりとやるんですかって思っちゃうんですよね。まあその場の会話のノリがあってここに持ってきたのかもしれませんけども、でもこういうことっていうのはね、日々、えー、こうメディアが官邸に入ってきてるわけですから、そこで言った方が伝わりやすいんじゃないかなと思うんですよ。特に昨日は小池都知事をはじめ、あれでしょ都知事が、1都3県の都知事が、官邸に来て、 あの、申し入れをしたわけでしょ。で、そこに菅総理もいたのに、スタコラフサツと帰っちゃったわけじゃないですか。で、西村経済担当大臣が、まあ対応しましたけども、西村さんもね、なんかいてもいなくてもいいような感じなんですよ、はっきり言って。というのが、西村さんには申し訳ないんですけども、専門家の意見を聞いて判断するっていうふうに言われてましたよね。専門家の意見を聞いて判断するというよりも、専門家の決定をそのまんま通すっていうことだと思うんですよ。 だから検討とかとかで言うんじゃないんじゃないかなと思うんですよ。あと、西村経済担当大臣に、うん、菅総理が丸投げしたってことは、うん、緊急事態宣言を受け入れないってこととも取れるんですよね。緊急事態宣言発令できるのは総理だけですから、こういう話題が来たらね、やっぱり菅総理が足を止めて、何々って聞いてあげないといけないし、西村経済担当大臣はそれを提言しないといけないですよね。総理帰ってる場合じゃないですよと。 こんなことになってますよと。現場をよく見てくださいっていうふうに話さないといけないですよね。それがね、西村経済担当大臣もキョトーンとして、なんかその緊急事態宣言も視野に入ってきているみたいなこと言いましたけども、そんなのね、今年の春から視野に入ってるっちゅうので、マスク、いつでもマスクとか言ってからね。なんなんですかね。だからこのぼんやりしたところで、本当に私たちの生命とか生活をお任せしてるところに、行き通りしか感じないんですよ。うん、だからといってね、国民が選んだ、 政党でしょと、国民が選んだ代表でしょって言われれば、確かにそうなんですけども、けどね、まあ、国民主権なんで国民に最後の責任はかかってくるんですけども、それにしてもちょっとひどいなと思いますよ。今、手も足も出ないわけじゃないですか、我々国民は。こういう風にね、なんか、YouTube で、 勝手なこと喋るぐらいしか抵抗ができないんですよ。はっきり言ってね。<laughs> まあ、官邸にメールを送ったり、それから菅総理の事務所に電話とかしたりしてますけどもね。まあ、効果は限定的だと思うんですよ。ただまあ、やめませんけどね。えー、ということで本日は、菅総理が、 ラジ何で,でやねんこっそりやりやがって官邸で言ってくれとテレビの前で言ってくれまあテレビ私見てないんでどっちにしても同じなんですけどもね <laughs> まあ何と言いますかねこれからも菅総理,総理ね体に気を付けて頑張ってほしいなと思いますもう菅総理しかいないですからね今ねこの国にいろいろと提言できるのは私たち国民では限界がありますよろしくお願いします